さあ、ウィンウィンウィン、なんと史上初の4本目です。はい、4本目。初だね。そうなんですよ。僕、宮迫さんチャンネルからのケイチョンチャンネルで、うんうん、ウィンウィンウィンのスタジオトークは終わったと思いきや、4本目を宮迫チャンネルでもう一度上げるという史上初の構成になってます。あの、なかなかの緊急で撮ってるもんね。緊急の緊急なんです、はい。で、なぜこれを撮ってるかっていうのも含めて、ちょっとご説明させていただいていいですか。はい、お願いします。お願いします。よろしくお願いします。実はあの、ウィンウィンウィンを撮ったのは12月25日なんですよね。はい、ですね。その収録があって、で、まあもうご覧いただいてると思うんですけど、ケイチョンチャンネルの方で、はい、お家であるところの、うん、まあ、宮迫さんは、ちょっといろいろと今思われてるところがあるから、みそぎのような感じで、IA と、自家用車を、うんうん、スーパーカーを、ま、売ることで次のウィンウィンウィンのオープニング費用にしようっていう動画を決まりましたよね。収録したんですよ、うん、もう覚悟も決めてたし、うん、そうです、はい、でその1週間ちょい後後にですね、はい、宮迫チャンネルでアップされた動画が、うん、この牛宮城の内装費用をもう少し追加でかけるために、うんはいはい、まあ、2、3000万必要だろうと。ありましたね。ありましたよね。はい、ここです。ありました。はい、でそれで、時計を、うん、まあ、ものすごい大事にしてた時計を、うん、たくさん売らなきゃいけないっていうことになって、うん、言ってました。売りますってなったんですよ。はい。あの動画がアップされたことによってですよ。うん、されてましたね。今、炎上してるんですよ、さらに。はい。どういうコメントになってたんですか。まあ、まず、騙されてるんじゃないかとか。そうですよね。そこもあるし、はい、まあまあ時計まで売るなんて、うん、そうですよね。まあかわいそうみたいな。そうですよね。はい。つまり今、はいはい、宮迫さんって視聴者からどう思われてるかっていうと、うん、あ、牛宮城ああだこうだしたけど、うん、時計まで売らなきゃいけないってことは、うん、もう本当にやばいんだ。で、助けてくれてる、うん、まあ、本田さん、本間さんも含めて、うん、もう宮迫さんから身ぐるみ剥がそうとしている悪人なんだ、騙されてるっていう、うん、もう闇金牛島くん芸能人編なんだっていうまあコメントがまあ多かったんですよ、ね、もうすごい量来たね。で、うん、その動画がアップされること僕全く聞いてなかったんですよ、うん、で、この動画アップされたことによってどうなるかっていうと、うん、このウィンウィンウィンの大落ちがまあ車を売って CM をっていう、はい、まあそれを発信したのがあっちゃん、はい、ですよね。のことによって、はい、あ、牛島くんついにもう一段階やってんだとかなるわけですよなので真犯人だし、そうなんです。希望の光だった、はい、ウィンウィンウィンの次のオープニング撮ろうが牛宮城だけに飽き足らず、はい、ウィンウィンウィンも巻き込んで宮迫さんから資産を奪い取ろうっていう、うん、地獄の動画になっちゃったんですさらに、はい、さらに、まあね、車も売って、そう、身ぐるみ剥がされる、剥がされるという、はい、ドキュメンタリーになりそうになっちゃって、で、それは僕の望んでることじゃないじゃないですか、うん、正直そう、もちろんそう。なんだったら、その時計の後に車だと、うん、正直、まあ、総額で言うと落ちも弱くなっちゃってるんですよ。確かに、はいはいはい、落ち潰し&正義の味方がもう本当に悪いやつになっちゃって、確かにそうですね。これ車が大体600万、700万ぐらいそうになるんじゃないか、ね、はいはい、でも時計が2000万それを先にやっちゃってますもんね。そのお笑い的に見ても、うん、その今のその YouTube 的に見ても、うん、そうね、ちょっと驚きの構成になってしまって、うん、で、あ、このままオンエアされたら、うん、間違いなくウィンウィン炎上するんですよ、うん、っていうか、はいはい、今多分第3部ケイチョンのコメント欄荒れてるんですよ、もうおそらく、はい、勘弁してくださいよ本当そうですよね、勘弁してください。それは申し訳ない。なので、はいはいはい、急に今の時計の下りは、はい、うん、急に思い立って自分発信で言ってしまってるから、はい、そうなんですよね。ここへ来てなんですけど、うん、その薬を届ける前に、うん、病気のステージが一段深まるっていう、うん、なるほど、違う病気にもなってるし、そうなんです、合併症になってるね、合併症になっちゃった、うん、でもうこれは、もうウィンウィンウィンの第4本目で全部をオセロひっくり返さなきゃいけないなと思いまして、今回ね、あのウィンウィンウィンで一番触れなかったことっていうのが、牛宮城を
今どうなってるんだ、これですよね。今まで起きたことに関しては笑いにしたんですよ。はい、で、牛宮城現在進行形のことはもう宮迫さんの考えだからっていうことでいじらなかったんです、うん、今回そこにがっつりメスを入れることで、うん、宮迫さんの視聴者にあ、そういうことになってるのってほっとしてほしいんですよ。はいはいはい。つまりこの牛宮城現在どうなってるかというと、うん、宮迫さんの将来に対する不安感、うん、それにもかかわらず説明が足りてないことによる不信感、うん、この不安感と不信感が、うん、チャンネル全体の空気を暗くしてて、うん、実は登録者数、チャンネル登録者数なんですけど、うん、ウィンウィンウィンの予告を上げた時には上がってるんですよ、うん、登録者数、うん、やっぱり見たいって、うんうん、だけどあの時計売る下りっていう、うん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 、あの日に下がってるんですよ、うんうんうん、で登録者があ、もうやっぱりダメなんだ、ガンが減ってる、登録者増えてますよね。いやまあちょっと微量ではありますけど増えてますよ。やっぱり YouTube 動画上げると増えるんですよ、うんうん、動画上げれば上げるほど今減り始めてるんですよ。確かに払拭しましょう。お願いします。お願いいたします。これがラストチャンスです。ラストチャンス、この動画で視聴者の信頼を回復できなければ、うん、牛宮城もウィンウィンウィンも宮迫チャンネルも滅びます。でこの動画で、はい、全部をちょっと言っていただけますか。もちろん僕、はい、全部説明しますみたいな、質問に答えますみたいな動画も上げてたんですけど、うん、結局重要なことに答えてないっていうコメント欄がすごい多かったんですよね、はい、それも含めて今回全部聞きたいので、ちょっと視聴者の皆さんね、気になってるところガンガン言います。お願いします。でもうっすらとしか知らないっていう、私うっすらなんですよ、はいはい、なので分かんないことあったらまた聞いてください。全然聞いて大丈夫ですか、ね、はい、なのでまず行きたいのが、はい、牛宮城、うん、そもそも宮迫さんが全部の責任と決定をしてるのか、うん、経営自体が宮迫さんなのかそうじゃないのか、うんうんうん、ここ聞きたいんですけど、まあ、ここもコメント欄にすごくたくさんあったところなので、はい、まあまあ僕が誰かをかばっているんじゃないかとか、うん、黒幕がいるんじゃないかとか、はい、いろいろあったんですよ、はい、で実際の決定権っていうのは、うん、僕ともう一人います。うんうんうん、その二人で、まあ最終決定権は僕なんですけども、うんうん、いわゆるその視聴者の人が黒幕がいるんじゃないかと、うん、黒幕、はい、いろんなこの騒動があった原因なんじゃないかと言われてる人間がいるんです。若林さんですね。そうです、そうです。まあ僕の親友ですね。長いお付き合い。長いお付き合いで、はい、その今までのプロジェクトとか YouTube に関してもすごいサポートしていただいてた方なんですよね。うん、もちろんもちろん。その若林さんと宮迫さんで進めてきたんだと思うんですよ。うん。でも若林さんからのコメントがないことで、ものすごく今、うん、若林さんが裏で宮迫さんをいいように扱ってるんじゃないかっていうところまで言われちゃってるじゃないですか。はい、これどうしましょう。まあここは本当にはい、もう立場の人間でもあるし、まあ、まあ一般人というのもあって、まあ、ずっと伏せてた部分ではあるんですけど、うん、まあ、今回こうやってこういう場を開いてもらえることになったんで、うん、僕はもう言って出ようと、一回もう画面に動画に出て自分の口で話した方が早いんじゃないかということで呼びました。うん、来てましたんですね。はい、じゃあいいですか、呼びましょう。和子、うん、のお疲れ様です。こうですか。マスクをお願いします。はい。若林さん、よろしくお願いします。お願いします。まずは出ていただいてありがとうございます。いえいえ。基本的なところなんですけど、この牛宮城出資しているっていうお金を出しているのは個人ですか、会社ですか。ノーブルという会社です。なるほど。このノーブルという会社をこのお二人でやってるっていう認識だったんですか。あ、てみさん。あ、なるほど。ちなみになんですけど、その状況としてノーブルの株主っていうことですか。あ、ここがそうですね。はい。はい、一応比率で言うと何パーと何パーになってるんですか。50の45のもう一人いるんですけど、ね、はい。うんうんうん、もう一人ちなみに高橋くんっていう。うんうんうん、うん、はい。その高橋さんってギルドの、ギルドの、はい、が
じゃあ 5% 持っていって、はい、45% が宮迫さんで、はい、50% が若林さんってことですね。そうですね。はい。で、そのノーブルの 100% 出資ってことですか？ここは、もともとヒカル君とノーブルがやるようなんで、はい、ヒカル君の会社と、うん、ノーブルの 50%、50% の出資です。うん、はい、うん。でも、ヒカルさんが撤退するってことになったわけじゃないですか。その結果、まあ、その、ヒカルさんは出資から引き上げるっていうことですよね。はい。なので、出資した分に関しては、はい、100% ノーブルに最終的にはなると。あ、なるほど、なるほど。はい、つまり、その、撤退するので、その分は、まあ、返すというか、うん。そうですね。はい。で、ノーブル 100% っていう認識で合ってますよね。合ってます、合ってます。はい。なるほど。で、まあ、経済的なところで言うと、株主で 50% と 45% だったら、やっぱり 50% の人が決定権を持ってるっていう認識だと思うんですよ。はい。で、その上で、このノーブルに関して、まあ、いろいろと言われてきたじゃないですか。はい、言われてましたね。はい。どんな気持ちだったんですか？まあ、どんな気持ちって、まあ僕はもう演者じゃないので、伝えることはできないので、うん、やっぱりその、そうですね。まあ申し訳ないなっていうのはまずありました。あの、ニーセに対しては申し訳ないなっていうのはすごくありましたね。うん、ただ僕らがなんか言われてしまうのは、まあ憶測もあり、うん、その、まあ憶測がすごいあったので、そこに関してはまあもうしょうがないとは思っていたので、うん、ただそこに関してはまあその兄さんには申し訳ないなってすごく思ってましたね。わかりました。はい、やっぱ視聴者の目線で言うと、今宮迫さんが個人出資 100% してる感じだったんですよ、うんうんうん、イメージ的に、うんうん、だからこそ時計を売らなきゃいけないっていう生活にまでなんかこうね火がついてるんじゃないかっていう心配があるんですけど、うん、宮迫さんの生活に火がつくかつかないかで言うと、じゃノーブル 100% っていうことはつかない認識だからやってるってことですよね。そうです、そうです。ただまあ男気なんで、やっぱ時計を売るって言ってくれたのに、うん、あの、兄さんの男気ですね、多分。今のこの状況を打破するのに、まあ追加資金ですか、うん、っていうのをかけるぐらいだったら自分の、まあ要は時計を売るって言ったらもう、別に事前の打ち合わせがあったわけじゃないので。なるほど。男気がみんなの不安に、もう火をつけて。いや、もう昔からです。はい、究極のナルシストなんですよ。本当は嫌なんですよ。時計だって売りたくないんですよ。うん、なんですけど、男気で売るって言っちゃうんですよ。で、今までもかばわなくていいようなところもかばってくる。だから、要はそこがかばった結果が、なんかこう、隠してるだ、嘘に繋がっちゃってるだけで、実は本当に嫌なとこ持ってってるのに、見え方が悪いんですよね。優しすぎるがあまり、黒幕に操られて、はい、むしり取られた人に見えられたってことですか？そうです、そういうことですね。はい。なんてことをしてる。いや、本当に究極のいつもの優しさで、もう男気があるんで。はい、まあ、ナルシストになっちゃってるのが強いですよね。わかりました、はい。ちなみになんですけど、ってことは、経営の決定をしているのは、今見える限り、まあ、若林さんと宮迫さんで経営決定をしていて、そうですね。あともう2人いるじゃないですか。本田さんと本間さん。はいはいはい。本田さんと本間さんってどういう関わり方なんですか？本田君に関しては、お店がオープンした後に、要は、業務委託ですね。うんうんうん、あの運営の業務委託をする契約。固定費を払って、それともレベニューシェア？簡単に言うと、利益が準備ができたと何十パーっていう形になります。ってことは、開店してから、本田さんとか本間さんには、その利益の何パーセントかをお支払いするっていう形なんですね。あ、そうです、そうですね。はい。まあ、今の動画の見え方で言うと、本田さん、本間さんは今、その、お金を吸い取っているような、コンサルト、はいはい、いうふうに言いつつ、うん、時計を売らせるように仕向けたその若林さんと本田さんと本間さんで吸い上げているっていう見え方になってるっていうことですよね、うん、今見え方そういうコメントが結構多かったですよね。多かったですね。はい、でも今じゃあ本田さん本間さんには今のところまだ準備段階で利益は出てないってことですね。そうですね。一切もう協力をしていただいている状態ですかね。なるほど。これが説明されてないと、本田さん、本間さん、若林さん、宮迫さんを助ければ助けるほど、宮迫さんから吸い上げてる、こう、悪党になって、アウトレイジのキャラが増えてるだけになってるっていうことですよね。そう、だからそこの勘違いは本当に払拭していただきたいんですよ。わかりました。はい。でも今の、お話で、はい、そこはわかりました。で、その上で、一番言われてるのが、うん、なぜ撤退しないのか。ここですよね。うん、その、ものすごいでかい箱じゃないですか、うん、ここの家賃って今まで発表してます？なんとかざっくり300万って言ってみたり、うんうん、280万って言ってみたりってことで、うん、動画では出てたと思います。正確にはいくらですか？280万です。280万かなり大きいですよね。
で、この280万の家賃を払って、リターンが見込めるのか、280万のランニングコスト払えるのか、ここもあると思うんですけど、はいはい、この280万、払い続けなきゃいけないのは、契約年数がそもそも長いからなんじゃないかっていう疑いがあるんですけど、何年契約なんですか？5年契約です。この5年契約は結構重たいじゃないですか。うんうん、その上でこの5年契約って、途中で解約できるもんなんですか？解約はできます。うん、ただ次の、まあ、要は授業をやってくれる方を見つけてって前提ですね。うん、なるほど。はい、じゃあここの、まあでも一等地じゃないですか。うん、一等地のこの、まあ、大きい箱とはいえ、ここでうまく商売ができるっていう企業って、まあ、あるとは思うんですよ。なので、見つからないかっていうと、見つかる可能性は高いと思うので。現に、4事業者からオファーはあったんで。なるほど、はい、つまりあの後に入れてくれないかっていう人はいるっていうことだから、つまり撤退しようと思えば撤退できるってことですよね。できます。なるほどなるほど。その上で撤退するって決めてから、撤退実際に撤退するまでもう家賃かかると思うんですけど、はい、撤退するって決めてから出るまでってどれくらいかかるイメージなんですか？いや、もうその次の授業の方がすぐやるって言えば、もうその時点で翌月にはあもうすぐにでもできます。ってことは、もう家賃はすぐストップできると。できます、できます。つまり、あくまでも賞賛があるから続けてるだけで、うん、契約年数の縛りでやらなきゃいけないっていうことではないってことですね。ないですね。はい、はい。でもその宮迫さんがいろんなトークの中で、うん、もう契約してしもうたから、行くも地獄、引くも地獄やから、行った方がまだええねんっていうくだりで、これもう契約段階で騙されてるんじゃないかっていうコメントが結構あるんですよ。まあ、それに関しては、例えばホリエモンがやったら地獄やと。はいはい、ということの、まあ、お笑い芸人としての返しをね。そうですよね。そうなんですよ。だから、そこ、難しいところ、そこ真面目に、いや、こんだけの契約なんよ、はいはい、絶対もできますっていう説明は、芸人としては、なかなかしづらいよね。確かに。うん。でも、その、コメント欄の視聴者からすると、ボケてる場合かっていう。本当そう。そういうことですよね。結局、そういうことでしょ。そう。全部やっぱり芸人さんっていうのが、どっか邪魔して、はい、でらっしゃるから、そこだ、芸人さんとしてのコメントを、うん、やっぱりこうサービス精神で言うから、うん、そっちがこうクローズアップされるんじゃないの。なるほど、これはそうですよね。ボケを本気にされるっていうことだったんですね。ってことは引けるっていう段階で家賃を払う、あの余力あるだろうっていうことですよね。でそれにしても280万高いじゃないですか。この280万のそのお金に対する心配に対して大丈夫だよっていう要素ってあるんですか？もともとその焼肉屋さんだけで、うん、まあ、この営業だけでその売り上げを立てようっていう、もうコンセプトでもともとなかったので。あ、なるほど。例えばこれから通販だったりとか、まあもともとの設定は通販したりっていうことだったんですけど、うん、今た、まあ、例えば注文もタブレットにする予定なので、はいはい、タブレットとかメニューの中に、うん、まあ、スポンサーさんの名前を入れようとしてます、うん、はい、でも何社がまあもう決まってるんですけど、うんうん、まあ、そこで大体家賃分はペインできるんですよ。なるほど。で広告ですね。そうですね、はい、でプラスそのなんでその広告を乗っけられるかっていうのは、うん、さらに食べに来てくれる、うん、まあ、ファンの方だとお客様に、うん、高いお肉を、うん、まあ、スポンサーさんがついてるんで、うん、リーズナブルできるじゃないですか、その分、うんうん、そこに還元していこうかなっていう考えはあるので。なるほど。だから牛宮城に協力してきたら、もう来たお客さんからの感謝が集まったり、注目が集まったりするから広告を出す価値があるよと。そうですね、はい。でその広告で家賃分はペイできそうだっていう認識があるんですね。ってことは280万の家賃もそのスポンサーさんの力でペイできるし、撤退しようと思えばできるってことですね。そうです、そうです、はい。つまりこれは地獄に向かうプランではないってことですね。そうですね、今現状は。はい、そうです、そうです。ほんまに地獄に行くんやったら絶対しないもん。ただ宮迫さん、はい、コメント欄では、あ、もうこいつは地獄に落ちたんだと思ってます。いや、まだオープンしてないです、まず。まだオープンしてないのに地獄に行ってそうだから燃えてるんです。だからそこが今、初めて明らかになったので、はいはい、つまりこれはノーブルで出資してるから、基本的には宮迫さんの個人出資ではないので、法人噛んでるし、50% は若林さんだから、基本的にはその宮迫さんの生活が立ち行かなくなるようにはならないし、広告もしっかり取れてるから家賃は払えるし、その上で撤退しようと思えばすぐに撤退できる。まあまあ次見つけるんであれですけど、はい。ちなみになんですけど、その撤退するかどうか、まあ例えば家賃を払えたとしても、お客さんが全く、仮にですよ、最悪全く来ないってなった場合に撤退するタイミングっていうのはどこで決めようと思ってるんですか？
まず家賃がまず、まあ、浮いてる前提で話になると、はい、1年間でまあスポンサーさんつけようと思ってるので、はい、半年間で仮に家賃以上のマイナスが出る場合、まあ、人件費とか、はい、材料費ですね、300万近くもマイナスが出る場合だったらもう半年で撤退します、ってことは牛宮城がニッチもサッチもいかなくなったら半年で撤退するよっていう意思はあるってことですね。まあダメだよ、もう即決断しないと大変なんで、そこの経営判断ができるっていうことが多分伝わってなくて、撤退がもうできない、本当に地獄に向かう列車を走らせてるように見えたんですけど、撤退はできるんですね。できます。わかりました。その上でなんですけど、今僕が考えてるのは、うん、まず最初に言ってきたいのは、車はもう売らないでいいと思ってます。うん。っていうか、もうこれこの段階で車を売ったところで誰もハッピーになれないので、うん、車は持っといてください。マジで？どうするんですか、じゃあ CM。だってオープニングですか。オープニングだから CM です。オープニングやるために私オープニング出てませんもん。撮るとしたら、はい、僕出しますんで。え？はい。え？僕出します。あっちゃんが、はい、なんで、いや僕出しますと言わないと、うん、今のところ中田も一味だと思われてる。わかります。本田さん、本間さん、僕、若林さん、全員が今アウトレイジ化してるんですよ、イメージ的に。そうね、この動画を見る前は見る前は多分あのケイチョンチャンネルでそうなってる。でケイチョンチャンネルでこの動画を見てない人にとっては僕はまだ悪役です。なるほど。なので、はい、翌日ネットニュースになります、これどういう風になったか、うんうん、であそこで止めるんじゃなくて、ここでしっかり僕は言いますので、うんうんうん、はい、心配しないで大丈夫です、そこに関しては。その上で、はい、車を売らないっていう方向が僕はいいと思います。そして僕それをもってしてですね、はい、この車を売らないでいいっていう条件をもとに時計も売ってほしくないんです。なるほど。時計、ちなみにですけど、時計を売る売らないみたいなのってまだ止めれますか？はい、もう実際その撮影自体はしましたけど、うんうん、まだ完全に売ってる状態ではないです。止めましょう。時計を売るのを、時計売るギリギリの動画も撮ったんですか？もう撮りました、撮りました。売る下りは撮ったけど、その後まだ正式な契約で売るっていうふうにはなってないってことですね。なっていません、まだ。非常に引き返すのは手間もかかると思いますし、いろいろ面倒だと思うんですけど、ここは売るべきではないと思います。ありがとうございます。止めても進んだんです。若林さんが止めたんですか？いや、もう売る必要はない。まあ、要はあの今ちょっとその説明もあの本間さんが今来られてるんですけど、はい、まあ、本間さんがある提案もいただいてて、前回のその時計を売るっていう時の提案、うん、アドバイスがあったにもかかわらず、うんうん、まあ、提案ありますよって時かかわらず、うん、いやでも一回売って、うん、協力はするみたいな感じで進めたのは、まあ、男気の、その男気なのか、変なプライ、なんでしょうね、ナルシストの部分が強く出たのか、言ったら引かないんですよ。ブルって言った手前、なんか。引かないんです。すごい、ものすごい嫌よ。ものすごい嫌やけど、ブルって言ったのに。あ、男に二言なしという。もう、やっぱりって言いたくなかったんで。宮迫さんに必要なのは、はい、やっぱり力です。もう言うた手前、やらなあかんねんで、何回炎上したんですか。やっぱりやめますって言えば済むこともたくさんあるんですよ。やっぱりおっしゃる通りね。そうですよ。これやっぱり大事です。やっぱりです。いろいろ関わってくれた人もいるんで、はい、その売るに、そこに、あの、謝りに止めてもらいます。っていうのも、その、売らなくても大丈夫な資金はまだあるってことですよね、ノーブル。まあそうですね、はい。で、その上で、そもそもなんですけど、時計を売る売らないに必要となった理由の内装に追加を入れるっていうところなんですけど、うん、これ絶対内装追加したいんですか？コンセプトが焼肉割烹っていう動きをしたので、うん、まあ、カウンターを作るのが必須、まあ、そこに向かってたのが、まあ、要は内装をいじくらないといけないっていうコンセプトにはなってくるので、うん、その方向性に進むとやっぱり、あれですね、あの内装をいじくるっていう、まあ、コンセプトが今そっちに進んだからですよね。そうです、うん、だからその視聴者の目線で言うと、その、そもそも牛宮城手こ入れしなきゃいけなかったのって、まあ、肉の管理とか質とかそこら辺の話が多かったと思うんですよ。光くんの一件で。で、
お肉が良くなれば、そこはある程度解決すると。で、プラスアルファ、内装がもっと良くなればいいよねっていう。で、さらに焼肉割烹っていうニューコンセプトも面白いよねっていう話だと思うんですけど、現状すでに費用結構かかってるじゃないですか。そうですね。現状かかってる費用ってどれぐらいなんですか？トータルですか？まず、家賃分で言うと何ヶ月分かかってるんですか？7月からなんで、はい、7、8、9、10、11、12、1、2、3、まあ2、8ヶ月分。8ヶ月分、はい、約300万8ヶ月で、だから2000万強かかってるんですよね。2000万強家賃で、まず垂れ流されていて、内装費ももうかかってるんですよね。かかってます。どれくらいかかってるんですか？2600、細かいので800万ぐらいですかね。なるほど。つまり、もうすでに5000万かけてここまで来たわけじゃないですか。うん、それで追加で2、3000万は、やっぱり見てる側からしても、ちょっとやりすぎなんじゃないかって思われてると思うんですよね。うんうん、で僕の見てたって感想からすると、肉がもう良くなってるのであれば、美味しくなってるのであれば、もう3月にオープンするとおっしゃってるので、それオープンしてやった上で、お客さんが売り上げを立ててくれた、その利益をもってして、追加投資をするっていうのはすごく応援しやすいと思うんですよ、うんうんうん、そういう運びにするっていうことはしたくないですか？したくない、したいとか言うと、はい、まあ、最終的には肉加工をやりたいので、うんうんうん、まあ、カウンター作って、うん、っていうのはやるつもりではいるので、うんうん、どっちにしても、うんうん、なんで、まあ、今はその3月までに作るかつかないかっていうのは、まあみんなでも決断してきたことなんで、うんうんうん、今止めることも可能ですし、うん、逆にこれ合資も可能ですし。なるほど。はい。それも決定権はここにあるっていうんですけど、一応チームで全部今まで、うん、ワンチームで決めてきたことなんで、うん、一応みんなで相談して、じゃあこういうふうにしていこうっていう形もしてるので、まあ今止めるのも進むのも、どちらにも今できる状態ではあります。なるほど。その僕の感覚なんですけど、内装も完璧にした上でオープンして、それでもいろいろ文句言われたら、ちょっとやりようないと思うんですよ、うんうん、現時点でお肉の質上がったところを楽しんでいただいた上で、内装不十分な下りとかってあったじゃないですか、うんうん、ここドアがどうこうとか、はいはい、あの油がどうこうとかいろいろあったと思うんですけど、それは皆さんの応援のもとにこうちょっとずつ回収したら動画多分見やすくなるとは思ったんですよね、うんうん、ただこれに関してはもう経営の方針なので、僕はそのただの部外者なので言った上で、ちょっとコメント欄をちょっと見ていただいて、最終的に判断していただければなっていう感じではあります。はい、ただ、なんとなく追加で今からかけるのもいらないだろうっていうコメントもたくさんあったと思うんですよ。うんうんうん、それを受けての意見を言いたかった。うん、それで言うと、そもそもなんですけど、はい、やっぱりやりますかってことなんですよ。あ、焼肉屋ですか？はい、まず、牛宮城を撤退するかしないかで言うと、絶対やりたい。もちろんやります。これはもう絶対にやります。絶対にやる、はい、もう少なからず来たいって言ってくれてる方もいるので、うん、そこはもう確実に来たいっていう方はそれはいます、うんうん、でもそれが多いかどうか続くかどうかっていうところだと思うんですよね、うんうん、それで、まあ、今まで5000万かけたっていうところあると思うんですけど、それでうまくいかなかったパターンのために引くっていう選択肢もあるけど、これも行くんですね。行きます。わかりました。じゃあもうこれは僕は僕としてはですよ、そのそこまで本気を出してやるっていうスタートのプロジェクトだったかどうかっていうことで言うと、ヒカル君がやりたかったのが焼肉だったんじゃないのかっていう根本があるじゃないですか、うんうん、ドッキリをかけた、うん、したら何かやろう、ヒカルくんがいいね焼肉やろうってなったからやってるのであって、うん、なぜこんな5000万もかけてこんなに炎上しながらやっているのか、うん、なぜそんなにやりたいのか、うん、そこはどうなんですか？そうか、もともと突発的に出た焼肉屋、はい、だけどもともと焼肉僕も大好きなので、こう取り組んでいっていろいろ知っていくうちにどうしてもやりたく、もう僕の方がやりたくなってきたのは事実なんですよ。で、まあいろいろもちろんアクシデントはあり、まあまあそのお金の面でも、まあまあそのノーブルも一緒にやってる会社なんで、ノーブルのお金がどんどんなくなっていくと僕的にも大変なことになるので、そういうのもありながらやってきたんですけど、
まあ、いろいろいろんな話を聞いていくうちに勝算は見えてきたので、もちろん負けが決まってる勝負はしないので、勝算が見えてきたからやりたいっていう風になったっていうことですよね。そうね。なるほどなるほど、うん、ただその焼肉にものすごい時間を使っている結果、うん、他の動画が回らなくなってきている現状ってのはどうなんですか。現状の宮迫チャンネルは、はい、ものすごい焼肉に時間をかけてるから焼肉どうなるんだは今回ってるんですけど、うん、チャンネル自体がバラエティチャンネルから、うん、焼肉チャンネルになってるこの現状はやっぱり中途半端にやったからこんなことになったんだっていうのを受けて真面目なので、うん、一生懸命やってるじゃないですか、うん、主食たくさん食べて体重増やしてでも頑張ってる、時間削って眠れない、お金もカツカツになってる、その結果フラフラの宮迫さんが低予算でそれ以外の動画を撮っているというこの現状はこう優遇上いいんですけど、もう宮迫チャンネルとして、はい、サブチャンで焼肉チャンネルやればいいじゃないですか、はい、サブチャンでね、メインは面白を集中した方がいいんじゃないかっていうご意見。そうそうそう、メインは面白、ここはその時間とパワーの配分でちょっとマイナスになってるんじゃないかっていうご意見もあると思うんですけど、うん、そこら辺はどうお考えですか。まあオープンにたどり着くっていうところがメインだったので、はい、まあ、3月1日オープンっていうのが決まったので、はい、とりあえずそこまでは何としても、はい、まあ、このやっぱり説明は必要だっていうので、はい、やっぱり動画を出していかないとダメ、やっぱりあの焼肉動画がもし減っていったとしたらどうなったな、はい、どうなったな、また増えてくるやろうから、はい、とりあえずこの焼肉竜宮城っていうのがどうなるかオープンまでちゃんと見せていかなあかんな、うんうんうん、っていうことで今の割合にはしているよね、うん、他の動画も別に手を抜いてるわけではないけど、うん、確かにあの稼働することが焼肉の方で多いのは事実、うんうん、なので、まあもちろんあとその本来やるべきやろうとしていたことがまたやっぱタイミングの悪い人間やから、やっぱり今そのオミクロン株が増えてきて、はい、外で撮ろうと思ってたのが全部撮れなくなってしまった、うんうん、など、うんうん、いろいろあり、うん、確かにクオリティ的には下がってきてるのかなは自覚はしています。この今チャンネルの大きな目標っていうのがあって、僕キーワードはこの YouTube のキーワードおびこれからの宮迫さんのチャンネルのキーワードって応援だと思うんですよ。応援がしづらいから焼肉プロジェクトも不信感が募ってきたんで、応援してもらえるにやっぱり説明したいと思うし、それ以外の焼肉じゃないところも何に向かってこのチャンネルが進んでるのかっていうのがやっぱり見えないと応援しづらいと思うんですよ。それがそもそもはやっぱり蛍原さんの隣に戻るっていうところがあったから、テレビに負けないぐらい注目度があれば向こうから呼ばれるやろと、それに向かって隣に向けて頑張ろうって言ってみんな視聴者応援してきたわけじゃないですか。で蛍原さんが解散しようってなって、それ以降宮迫さん個人としての表現者としての目標が今問われてると思うんですよ。そんな中でやりたくなってきたっていう焼肉がメインのチャンネルになってるから、余計に宮迫さんって表現者として今一番やりたいの何なんだろう、何を私たち応援すればいいんだろうってなってると思うんですよね、うん、その竜宮城がじゃあ軌道に乗りましたってなった後にこの YouTube チャンネルってどこに向かうんですか。何を応援すればいいですか。やっぱもうお笑い芸人というのは根本にあるので、はい、やっぱりそのお笑いコンテンツ、笑いのコンテンツというのは増やしていくように考えています。面白いことしたい、はい、その一個がウィンウィンウィンでもあるわけですよね。もちろん、あと劇団をやりたいとおっしゃってませんでした。それはまあ最終目標、うんうんうん、もともとそのお笑い芸人を目指す、まあ、目指してたわけではない、もともとは役者志望で、うん、まあまあ方法がわからないから有名人になったらそういうところにたどり着けるんじゃないかで NSC 養成所に入って、うんうんうん、でそこからはやっぱお笑いの難しさ、大変さ、面白さを知ってしまったので、ずっともうお笑い芸人としてやっていたんですけど、まあ、本末転倒で、うん、まあ、世にお笑い芸人として出れるようになってから、うんうん、そういうオファーが、うんうん、ドラマ、映画のオファーがたくさん来ていただいたので、うん、そこは叶ったんですけど、やっぱり
と一番最初の目的だった役者っていうことは最終的には劇団を立ち上げてっていうのは、うん、そこは全然また先の話なので、でもやりたいんですよね。もちろん、もちろん僕はその、うん、劇団をやりたいとか芸人として輝きたいっていうところをもっとはっきり打ち出した方が、今のところ飲食店を応援したいっていう夢自体が、うん、そのメインのものではなくてその中の一つであるべきだと思うので、そっちをもっとはっきり言った方がいいのかなとは今思ってるんですよ。はい、ケイちゃんもあのケスに向かってとかあるじゃないですか。そうですね、うん、私は、うん、僕も武道館に向かってライブやりたいとか、うん、大きい番組をテレビ、ね、に負けない大きい番組を作りたいとかいろいろあるので、その YouTube を見てる方がちょっと置いてきぼりにならない目標があるといいのかなと思ったんですけど、今芸人さんとしてっていうのを聞けたのでちょっとあのほっとしました。ありがとうございます。すいません、なんかずっと生意気な感じになってるんですけどいやいや全然です。まだ行かせてもらっていいですか。もちろんもちろん。じゃあ時計は止めれますね。まあ、一応本間さんに一回確認、そこの時計売らなくてもいいくだりちょっと聞いてみましょう。聞いた方がいい。じゃ出ていただけますか。はい、すいません。もう失礼します。本田君もある。あ、本田君もじゃあもうここまでで来てもらう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はあのこういう説明の機会いただいて、はい、本当ありがとうございます。ありがとうございます。もうちょっと感じてみて。僕自身があのメディア側の人間ではないので、うんうんうん、事業が起こってで成功したら通常皆さんが評価いただくっていうことが大体自分のスタンスだったので、うん、もちろんやっぱり宮迫さんのチャンネルですからものすごい反響があって、うんうん、僕もいろいろ言われたりってもありますけど、うんうん、基本僕らは事業をやって成功した暁に評価いただく、うんうん、だからその中間のことはあんまり気にせずにっていうことを癖づいてやってましたので、うん、あまりその中間でお話したりとかそういうことはしなかったんですけども、うん、まあおっしゃる通り説明ができてないこといっぱいあります。で、僕の立ち位置で申し上げると、はい、事業をまずあの、まあ、やり直しするんだっていうことで、僕はどっちかっていうと物を作ったり動かしたりではなくて、あの事業モデルをちゃんと構築しましょう。でちょっとこの話も大丈夫ですか。どうぞどうぞ、はい、長くなってすいません。あの宮迫さんはやっぱり非常にそのメディアとして、うん、YouTube をお持ちなのでいろんな発信の仕方ができているっていうのは、やっぱり一個人小あの小売店とは全く違う広告宣伝が、まあ、簡単に申し上げるとロス分そこはゼロにできたりとか、であと例えば採用費、あの飲食、僕もちょっと飲食チェーンやってたりして、まあ、ちょっと失敗したんですこれは。でいろんな意味があってファイナンスとかいろんな問題があって反省を持って今これ手伝ってます、はい、で失敗があったからこそお手伝いできることがあるっていうことがありましてやってます、うん、そうすると飲食店っていうのはやっぱりバイトの入れ替えが季節によって、うん、年代によってご卒業されたりとか必ずどんないい子も辞めていくんですね、うん、そうすると必ず採用費っていうのはもうベタで打たなきゃいけないっていうことが非常にその PL でいうロスの部分で申し上げると、うん、まあここは売上が高く取った時にそこまでいかないといえども、うん、やっぱり 2% から 3% 常に吐き出しをしないといけないと。であとお客様さっきおっしゃったように、うん、呼び込むためにいくらいいもの作っても口コミ広がる時間かけてではなくて、例えば広告打たなきゃいけない、いろんな支度をしないといけないとなると、今度そのいわゆる広告費のロスっていうのがありますけど、実際今牛宮城はそういうところのカバーが非常にできているので、いわゆるロスの部分って非常に低くできている実際ありましたっていうのもあってやっております。それとまず内装のことを説明してよろしいですか。聞きながらでもいいですか。あ、どうぞ。すいません、はい、内装の話で、追加で必要だっていうところがあると思うんですけど、はいはい、どうしても必要な部分と、はい、さっきの割烹をやりたいみたいなプラスアルファの部分とあると思うんですけど、はい、そのどうしても必要な部分っていうのもあるんですか。2箇所ありますね。ケアしないといけない、はい、これも欠陥になってるところ、はい、これはやっぱお客様が例えば滑って転んでしまう可能性があったりとか、うん、まあ、これは壁なんかも、うん、実はこの狭い空間で、うん、これ実はもうザラザラなんですね、うんうんうん、そうすると女性がニット着たりとか僕らのスーツでも引っかかってやっぱり、うん、これもう完全にあの、うん、クレームになるっていうところがあって、うん、最低限触らないといけないところっていうのは数箇所あります、うんうん、で前回の話をしてもよろしいですか、うん、はいどうぞ、はい、でじゃあどういうところ直していったら全部いいのっていう、うんうん、もう洗いざらい一回ちょっと、うんうん、どれだけかかるのこれフルフルやったらっていうことで、前回関わっていただいたデザイナーの方にも来ていただいて、
動線こうしたらいいよねとか、カウンターもこうした方がいいよねっていう、そのプラスアルファ、デコラティブに作り込む部分も、一旦全部出したんです。皆さんの意見で、僕は一人でやってるわけでもなく、ワンチームでやってますので、そういった意味で、じゃあ快適にやるためにどうしたらいいかっていうのを今やっております。で、実際は、まあさっき申し上げた通りで、まあ資金の問題も絶対ありますから、全部じゃあ3000万でやるっていうこと、僕は全く考えてないっていうのが、まず一つあります。ですから、今日中田さんがおっしゃっていただいたような最低限の直すとこだけをまずスタート時にちゃんと直した上で、でまあもちろんその資金調達もちゃんとできた上でやっていくっていうことを僕はあの一番やろうと思ってきたことが一つです。ちなみに最低限だといくらかかる人？多分数百万から1000万いかないと思います。なるほど。はい、あのまあ最低限やらないといけないのは、やっぱり電気式の焼き台、これですか？これは向こう側にある、はい、そこだけはやっぱ変えていかないと焼肉屋として成り立たないかなと。美味しいものも出せないですし、もう黙々になってしまうんで、そのコンセプトとしてはもう全く合わなくなってしまう。あのアートもこう油っぽくなってしまうような焼き台が、まあ、今こう置かれてるんですね。それが置かれてしまった経緯って何かあるんですか？置かれてしまったというのは一番最初の、まあ、チームを組んだチームの提案でそれは動いてたんですよね。ノーブルが最初に組んだチームっていうのが、あの焼き台がいいだろうってなったわけですよね。そうですね、そうですね。で、それに関して、じゃあそれを直すために、まあ、数百万の追加コストをかけるっていうことに関しては余力はあるってことですか？そうですね、はい。そもそもなんですけど、そのこの焼き台とアート、このアートも僕ちょっとわからないんですけど、必要なんですか？デザイナーに提案されたものをみんなでこうチームでか、まあ、要はシェアして、うん、これがいいねって決まったのが、まあ、このデザインというかアートも入ってたっていう、はいはいはい、デザイナーさんの提案っていうかですよね。今その最初のコンセプトがものすごい、まあ、言ったら足を引っ張っていて、それをテコ入れするところから始めなきゃいけないわけですよ、はい、壁に関しても、はい、このアートに関しても、はい、その鉄板に関しても、はい、でそこを、まあ、決定したっていうところの責任は、まあ、やっぱあるわけですよね。そうですね、はい。そのただですよ、ただですよ、僕の今の感覚なんですけど、はいはい、ここまで来るのに5000万かかって、でさらにプラス1000万かかって、最低限だけど直してスタートしても、それでもいろいろ言われると思うんですよ。だとしたらですよ、もう YouTube のエンターテインメント、ドキュメンタリー性を生かすのであれば、ここが引っかかるから気をつけてね。アートはもしかしたらちょっとモクモクしちゃうかもしれないけど、中身は大丈夫だよ、それで来てねで始まって、で利益が出てから分かってるからそこを直すっていうところさえ説明してれば、追加をかけずにいけるのかなって思ったんですけど、そこら辺どうですか？そうですね、あのそれはもうやっぱ考え方なんですよ、うんうんうん、で僕のお店で僕が経営してれば、今おっしゃったように決定権持って行こうよ、はい、で行くなら絶対やろうよなんですけど、うんうん、やっぱり皆さんがある中で、僕はやっぱ最低限失敗させてはいけない、うん、自分の経験だって、うんうん、で僕としてはやっぱり自分の中でも同じです、うん、やっぱり先立つものが少ないのに多大な費用をかけてやっていくっていうことはやっぱり反対です、うん、あそういうことですよね。もちろん、ただ僕はただし、はいはい、求められてここまでは絶対やりましょうっていう、やっぱり経営目線、皆さんが考えた時には、うん、まあ力いっぱいやらなきゃいけないし、うん、でコンサルティングとしては言うことは言うわけですね。もちろんもちろん。だけどそのあ言うこともそうです、ね、その最終決定権、これ誰にあるのかもう一回明らかにしたいんですよ。最終決定したのは誰ですか？このコンセプト、いや全ての経営です。まあここですよね、うん、それが一人なんですよ。若林さんですよね。あ、まあ、50% ですか、はい、45% は筆頭株主ではないんですよ。でノーブル 100% 出資である以上、構造上、決定権は若林さんあるんですよね。そこをしっかり言わないと、ぼかして、僕のせいですってやってることが、一番ストレスなんですよ、視聴者の。で、経営決定権を若林さんが持ってるのであれば、若林さんの決定をしっかり説明するべきだと思うし、いけるのかいけないのかも、誰の顔を見て意見を言わなきゃいけないのかが、僕はすごい大事だと思うんですよ。決定者は若林さんですよね。はい。それに従うっていう状況、県でやってるわけですよね。まあこれでどうでしょう。はい。いいねって言ったのは最終的には僕。これいいやん、アートも素敵やんって言ったのは僕です。はい、僕が気になってるのがこのアートに関してですけど、うん、このアートって宮迫さんが選んだものではないですよ。
僕が選んだものがね、そのデザイナーさんが、うん、連れてきてくれた人たちですね。やっぱり提案して許可を取ってるっていうところで、フロントマンとしての立ち位置はやってると思うんですけど、やっぱり経営の決定権を得て全部参画するってなると、宮迫さんは芸人としての活動をしづらいわけじゃないですか。だからこそこそほとんど決定してる信頼を得てると思うんで、進めてると思うんで、最終的にこうやるかやらないか若林さんが決めてるっていう認識でいいんですよ。構わないです。はい、そうですね、うん、だとしたらそこに向けて今僕はプレゼンしていきたいんですけど、はい、そのお二人も追加予算を今かけてガンガンやるっていうのはちょっとネガティブだっていうことをおっしゃってるわけですね。もちろん先立つものはじゃないのに、うんうん、そうじゃ資金がない中でじゃあやるんですか、はい、うんうん、でお金って本当にいろんな意味で色もついてきますから、うんうん、集め方間違うと本当に動けなくなりますので、うん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 、やっぱりそこは僕一番気にしてました。なるほど。で、ちょっと端折って恐縮なんですけど、はい、時計売るっていうことに関しては、うん、僕ももともとなんて言うんでしょうね、自分はこの焼肉屋を本当に命がけでやるんだっていう、うん、いわゆるその意思表示だから、それがものすごいやっぱり感じたか嬉しかったんですね、はいはい、でないとやっぱり我々もいろんな、うん、まあいわゆる企業を巻き込んでこの事業をやろうとしてます、うん、別にお金だけじゃないいろんな物事が動いてるので、やる方々がいやどっちでもいいやって言われることは、僕らもやっぱりあのお金の問題ではなくて、さっき申し上げた僕別にあのコンサル料もらってるわけでもなく、うん、以降にっていうことでやってますから、そこの中の気持ちをものすごい伝えていただいたから、うん、僕はやっぱりちゃんとやると、うん、で一方で僕が今やろうとしたことっていうのは、この焼肉という事業がちゃんとうまくいくように現場の本田さんをまあ一緒にやっていく、うん、で事業モデルとしてちょっとさっき申し上げたいろんなパターンが作れるっていうことと、やっぱり資金調達だったんですよ、うんうん、でそれも僕が今第一弾としても、実はもうこれまだ動画で売ってないんですけれども、うん、まあ多分ご存知の某クラウドファンディングの大手様とも協議が終わって、うんうん、じゃあ1回目こうしましょう、でなおかつ通常であればオープンに向けて1回やりましょうなんですけども、うんうん、事業モデルはいろいろ継続できるので、うん、四半期に1回とか、こういう形でいきましょう。これについては別に、まあ、シェアホルダーするわけではないので、まあ、出していただくお金っていうのは、まあ、ある意味でいくと資金調達としては僕は、いいと思っています。で、それもあるので、時計を売るっていうことは僕はさせたくないと、そもそもなんです。わかりました。じゃ時計売りには反対派であるっていうことと、追加、資金を要求してるわけではないです、ね、違います。僕の方でちゃんと、僕っていうか我々チームのこの事業体としてちゃんと調達する。はい、であるとして、その時計を売るって宮迫さんが言っちゃった時に止めなかったのは何ですか？止めなかったというよりは、その場で言ったんで、動画の中でいきなり。要は前の打ち合わせがあるわけじゃないので。はい。はい。その後は一応話しましたよ。でももうさっき言ったようにもう引かなかったんで。ってなると、要するに決定権が、要するにばらついてるわけじゃないですか。時計を売るっていうことを決定しちゃう人がいて、いやこの絵で行くって決定しちゃう人がいて、だからそのヒカルさんと組む前にここがすでに共同経営の状態で 50% と 45% の非常に拮抗した、状態で言いたいこと気使って言えず止めれないことと、信頼してるから男気で守って説明できないところがあるっていうところが結構大きかったかなと思うんですよね。なので内装費かけるかかけないかで言うと、これってどっちと話せばいいんですか？僕ですね。はい、はい、僕ですね。どう思います？はい、はい、追加で割烹かけると、その壁変えるのと、やります？まあ最低限はちょっと危険な部分はやります。はい。床とか、こことか。そうですね。はい。ここはどうかは別として、床とか、滑る部分とか、まあお客さんまあ滑ってこけても嫌なんで、転んでも。床ってそんなに滑るんですか？ここ非常にまあ何回も繰り返しあって継続してる部分があるんです。わかりました。じゃあ壁は今大丈夫かもしれない、言っとけば。はい。床はっていうところで言うと、床だけだとどれぐらいになるんですか？いや、もう本当にさっき申し上げたようにピンキリなんですけれども、はいはい、この予算の中でいきましょうと、業者も僕らが、うん、まあ、コンペできますから、うんうん、この予算しかないよということでやります。そうすると別に500万かからず、もっと低い金額でもできる可能性が多いな。なるほど。ただ1個だけ、はい、オープン日っていうのをまず掲げてしまっている部分があるんです、ね、3月って言ってますよね。そうです、はい、でこれ自体が実は若干そこに向かっていくためには、うん、工事もやっぱり早めないといけないというか、うんうん、これ言い訳でもなく、はい、このビルの特性で夜間工事しかできないです、うんうんうん、そうすると夜間というのはアップチャージになるんですね、うんうん、職人さんかかるんですよね、かかるんですよ。だからそういう部分をケツが決めてしまっていることによって、さらに
本来は300万未満できるものが、うん、例えば 30% アップしてしまって390万から390万、400万ってなる可能性もあるので、うん、分かりました。今中田さんと今お話している中で、はい、じゃあ3月1日っていうものをもう常識的にこうしましょうっていうこともやらなきゃいけないと僕は心では思ったりもしてます。分かりました、はい、じゃあ、まあ、床だけでいけばそんなに大きな費用はかからないっていうことがある中で選択できるってことですね。分かりました。割烹はどうしましょう。割烹は多い、うん、あの割烹に関しては、はい、その先ほど申し上げたその電気のロースターをこう切り替える代わりに、うん、この焼き台が、まあ、ないカウンターを作って、うん、そこ今あのエレベーターの前で待つとこも、うん、お客様が待つとこもないんで、うんまあ、そこで待っていただけるようなカウンターを、まあ、作って、うん、であの同時に2つの問題を解決しようかなと思ってたんです、ね。なるほど、はい、その焼き台問題と待ち場所問題を解決する。で、床をやると。なるほど、はい、それであのそこは費用を僕としてはあのかけてもらいたいっていうふうにはあの宮迫さんと若林さんに相談してました。焼き台問題なんですけど、はい、ちょっと黙々する焼肉屋さんって、まあ、あるじゃないですか、うん、で、まあ、リーズナブルな焼肉屋さんであれば別にそこそこ黙々しても大丈夫っていう人も多いと思うんですよ。で超高級店であれば黙々に関してはかなりケアしなきゃいけないと思うんですけど、黙々するのはダメなんですか。あ、黙々するっていうよりはホットプレートみたいなクオリティになるってことです。だから美味しくできないってことです。美味しくできないってことです。じゃあもうそこはもう完全なマスト。そうですね、そこはできる限り。わかりました。そのでホットプレート級のその焼き台を改善することと床はもう絶対マストだっていうことですよね。で追加資金を払えると、うん、そうですね、はい。余裕ですか。余裕かどうかって言ったらまたあれですけど、うん、まあ、金額次第ですよね。どういう見積もりが出てくるかまだちょっとわからないので、うんうんうん、それがあの焼き台をその変えるだけでカウンター作る、それにどういう工事が入るのかっていうのがまだ 見えてないので、その見積もり次第にはなってくる。その、もくも、まあ、もくもくするんじゃなくて、味がっていうのであれば、まあ、変えなきゃいけないと思うんですよ。味わからないで、僕は。もう一つ気になってるのが、やっぱアートなんですけど、はい、これ、アートは残すんですか。まあ、希望は残したいって希望なんで。これね、はい。これも壁と一体化してるんだよね。この、これごと外すとなると、それだけですごいお金かかっちゃうんで。まず、疑問なんですけど、うん、壁と一体化してる額って、何なんですか。その普通アートは売れたら買えますよね。で売りたいアートがあるのであれば大きさは変わってくるじゃないですか。まずあの当初はですね、はい、売るとかそういうあれはなかったんです。もうこれはもう固定でずっと飾っ、まあ、オブジェですよね、はいはいはい、飾っとくっていうところから、まあ、あの兄さんの提案で、うん、あの変えたら面白いなっていう提案を、はい、やっぱりしちゃいました。そこやっぱりじゃないんですよ。違う、やっぱりやめようのやっぱりはいいんですけど、うん、その絵を売りたいって言ったのは宮迫さんなんですね。まあいろいろなそのいわゆるその超有名なアーティストの方ではない、若手のアーティストの方とかいろいろも描いていただいてるんで、うん、そういう方の絵が気に入ってもらえて買っていただいて、うん、そこでそういう方もなんか売ろうっていただければっていう。そういうことだったんだ。なんで絵を売ることが同時進行で進んでるのか全くわからなかったんですよ。というのもアートを買うっていう場所ってアートギャラリーで雰囲気作って買うわけじゃないですか、はい、って言ってもその2、3000円のものじゃなくて、アートってやっぱりこれぐらいの大きさになると数十万から数百万っていうのもあるわけじゃないですか。そうですね、はい、数十万数百万のものを焼肉屋のついでに買うっていう流れを作るには相当高級店じゃないといけないと思うんですよ、うん。言ったらジュエリーを置いてるついでにアートとか、インテリアのついでにアートは聞いたことあるんですけど、焼肉屋のついでにアートは、うん、客層が誰なのかと。でしかもこれ渋谷じゃないですか。でリーズナブルな焼肉を食べに来た YouTube を見てるお客さんがいいねっつって100万のアート買っちゃうと、これ見えなかったんですよ、図が、うんうん、やっぱりおっしゃる通り。おっしゃる通り。あ、そうか。じゃあそこは別に絵は売らなくてもいいっちゃ売らなくてもいいんですね。もちろん、まあ、後付けなので。すっきりしました。あの、なるべく困りましたよね、アートを売るって。あの、もともとの内装としてアートが存在していたので、うん、そこを生かしてこのコンセプトを
あの考えたんですね。そのアートをかける、あの昔ながら、ね、なるほどなるほど、はい、動かせないものとして考えたってことですよね。で、僕の一視聴者としての見方なんですけど、その焼肉屋のこの和な内装とこのポップアート、そもそもその合っているのかっていうところなんですけど、もうそこはデザイナーさんのセンスなの。誰なんですか。先ほどがそのデザイナーさんは、まあ動画にも何回か出てもらってるので、はいはい、青汁ヒルズをこうデザインした方、はい、で、その方がまあここもデザインをしていただいてるって感じです。でもその方の責任だいぶ大きくないですか。その埋め込んでしまってるところとか、その壁のところとか、そこら辺はじゃあその方のデザインを受け入れたがゆえに今困ってるってことですもんね。もありますし、もともとがこの和の作りでその構造上どうにもならないのをまあまあうまくやってくれたのかなっていう認識ではあったんですけど。なるほど。はい。でもね、お金をかけよりかけないように、あの活かしながらやったらって感じ。かな。なるほど。うん、でもその元あるものの中でやらなきゃいけないハードルはすごい高かったですよね。そうですね、はい。わかりました。じゃあアートは、売らなくてもいいは一つあるんですね。売るのは優先順位としてはすごい高いわけではないっていう。欲しい人がいればって感じですね。はい。わかりました。その、なぜアートにこだわるんですかっていうコメントがあったじゃないですか。うん、でそこに関してのコメントを、アートを応援したいっていう、うんうん、コメントに対してめちゃくちゃフラストレーションのあるコメントが来たのを見たんですよね、うんはいはい、だからアートは別に売らなくてもいい。売らなくても大丈夫です。買えることもできるってことですか。欲しい人がいれば買えます、うん、あ、その買うんじゃなくてチェンジすることができるってことですか、うん、っていうことですか。あ、はい、はい、絵自体をチェンジすることはできます、はい、なるほどなるほど。まあ、僕らが勝手にできるわけじゃない、業者さん呼んで外すって形、ね、もちろんそうですよね、はいはい、で、これを買いたいって言ったら、じゃあ次の絵ができてからこれをじゃあその方にお渡しするみたいなことなんですかね。これが買いたいって言った方、絵がなくなった後にここにはまる絵を誰かに描いてもらう、次の人が描き上げられたら、じゃあこのお買いになった人はじゃあこの絵を持って帰って、だからここの絵が変わるってことですよね。そうですね、はい、そうですか、はいはい、それでも面白いですけどね。面白いかどうかが今問われるステージではないと僕は思ってます。あの、うん、大丈夫なのかどうかっていうところと、まあ、絵でガラッと変わりますもんね。その誰が何を決定してるのかが明確になるべきだったと思ったので、うん、今ストレスとして軽減されたと思うのは、アートを売るのはマストではないし、うんうん、結果的にもともとは置いとく、うん、内装だったっていうことですね。そうですね、もう固定の内装の一部。わかりました、はい、じゃあアートはそのアートを売る焼肉屋っていうのはメインではない。あ、まあ、まあ、はい、もちろんそうです。わかりました。じゃあここからはそのじゃあ内装をなるべくかけずに進めようと、で資金の余力もあると、でまあ宮迫さんの意見をこれからはある程度止めていただけますか。いや、もちろん、はい、いや止めてはいます。なんで聞き入れてくれるかどうかです。聞き入れるかどうかがわからない人が真ん中にいるってむちゃくちゃ大変じゃないですか。まあまあそうですね、止めてくれ。もともとそのノーブルっていうその会社が、はい、兄さんのやりたいことをやるっていう、うん、まあまあまあコンセプトじゃないですけど、うん、スローガンがあるんですよ、うんうん、なんで今までその自分がその今までその吉本興業さんにいた時にできなかったこととかやりたいことをもう全力でサポートするっていう、それがいいと思います、はい、会社なんで、うん、まあまあそれが多分あのやりたいことを言っちゃってるっていうところに今言ってるんだと思うんですよ、うん、はい、だからあのこれからのおすすめなんですけど、宮迫さんってやりたいことをどんどん言っていいと思うんですね。ただそれを気を使って覆せないってなるとなって、しかも動画で言っちゃったから進めようになっちゃうと、要するにトンチンカンの経営になっちゃうわけじゃないですか。ただ言ってこんなの思いついたんやけどでコメント欄の反応を見ながら、そのちゃんと止める人もいるんだよって見せることが、僕はあの視聴者のストレスがなくなるかなと思いました。それ大丈夫そうですか。やっぱり時計だね。時計どうしたんですか。時計のこと急に言い出したのがダメだったね。それは、うん、本当にそうです。やっぱり。いや、あの。いや、もうそれはもう、YouTube
始めた当初からなんですけど、はい、いきなり普通のコロナ禍で、今飲食店の状況を聞きに行くっていう、あの、串カツ田中さんのところに行った時もあったんですけど、うんうん、何もなく買って2000万円ライセンス契約して2000万飛ぶっていう、もう、お金がほぼほぼない時にも決めてきちゃうっていう。あれノーブルじゃなかったんですね。いや、あれ、あの、先出してもらって最終的に戻しました。あの、後の。なるほど。はい。はい、僕です。大変なんだなと思って。手伝わなきゃと思って。情がね。でも情が、宮迫さんって、そのアーティストを応援したい、飲食店を応援したい、で、串カツを応援したいって気持ちがあるんですけど、今日本中が応援したいのが、宮迫さんなんですよ。もうちょっと頭おかしいんですよ。優しいんですよ。もう頭おかしくして、もう優しいんですよ。で、うん、後で、やっちゃったかな、いや、やっちゃってますよって話しても、もう後に引けないんですよ。わかりました。じゃあ、時計は売らないで大丈夫ですね。時計も車も売らずに、範囲内でやって、それで経営していくってことはできそうだと。で、撤退するとしたら撤退ができると。かなり問題クリアになってきてる中で、もう何個かちょっと踏み込みたいのが、牛で交雑牛がどうこうっていうのも、ちょっとこうコメント欄で炎上してるところのポイントだと思うんですけど、はい、あれってどういう状況なんですか？もともとその、ひかさこ牛っていう、はい、まあ、ひかるくんと、うん、宮迫さんの名前を使った、はい、ブランド牛というか、うん、あの交雑牛があの悪い牛だって今思われてる中で、うん、それが本当にブランド牛になってるその状況が今徐々にあるんですね、はい、でそういった意味で本当に、まあ、ある大手の、お肉の卸さんがメス牛だけを選定して、うん、さらに、交雑牛の中でもそのブランド牛に劣らないようなお肉を、うん、まあ、選んでくれる、その都度選んでくれる、これは本当に日本中そんな業者ないんですよ、うん、なんでまあそのスポットを当てたいと、そういう、うんうんうん、まあ宮迫さんのそのスポットを当ててそれを広めていってあげたいっていう中で、うん、森田さんにお願いして、定義を作ってもらったんですね、うん、この、まあ交雑牛というか、まあ、僕らそのそんな詳しくなかったんであれですけど、うん、その話し合った上でじゃあ交雑牛っていうもので、うん、こういう定義でひかさこ牛を作りたいと、でまあその話だったんですよ。ただなんかその前回森田さんがここで出た時に交雑牛の説明を、ひかさこ牛の、まあな、うん、あの牛のコメントが自分の方にちょっと勘違いできてるから説明をするってことで説明した結果、うん、なんで今まで言ってなかったのかっていうコメントがすごく、うん、僕らにも森田さん側にも来ちゃってるんですけど、なるほど、あの説明ができなくなってしまったっていうのが本当で、なぜあの試食会が光くんなんかと会って試食会でもう炎上してしまって、うん、はい、その後に実はここに来たお店のお客様の帰りにお土産をこう無料で配ろうとした、うん、それが牛カツだったんですね、うんうん、それがひかそぐ牛の赤身を使って牛カツを無料でプレゼントすると、うん、で牛カツを作って食べた時にこれ美味しいんだ、うんうん、それが実はこれひかそぐ牛交雑牛なんだけどこんな美味しい肉があるんだって本当スポット当てる動画を出す予定だったんですよ。ただ試食会で炎上してしまったのでそれどころじゃなくもうそれができなくなってしまったんですね。で、その後、ヒカル君が、もう、まあ、撤退するような流れになったので、もう、ヒカサコ牛自体がもうできなくなってしまったってことで、まあ、出せなくなってしまったんで、ただ、このまんま、その、ヒカサコ牛のこう、の状況、お肉の状況を、うん、まあ、批判されてし、僕らの管理不足だったんで、うん、批判されちゃったのは、生産者に申し訳ないっていう、森田さん側の意見があって、それをじゃあちゃんと説明しようってことで、この間、その森田さんが説明してくれたんですけど、当初説明する予定だったけど、はい、トラブルで説明できなかった、はい、にもかかわらずその説明がないっていうのは何かやましいことがあったんじゃないかって見られてるってことですね。そうですね、そうですね。でそれで森田さんが説明をしてくれたんですけど今まで説明しなかったら何なのかってなったんですけどまあ実はそういう、まあ、そういうタイミングのズレがあったんだった。そうですね、もともとその、うん、あの近江牛と、うんうん、いわゆる近江牛もどうしても高くなってしまうから、うん、まあ、そこはもう そっちのラインと、うん、まあ、リーズナブルに食べれるラインっていうのを作るのも最初は決まってたことなんで、ただそのひかさこ牛っていうのがあたかもブランド牛のように伝わる動画を作ってしまったっていうところに不信感があるっていう意見ですよね。まあその名前をつけるっていうことはできるんですよ、うん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 、だそれをあの高級肉でひかさこ牛を作るとはもともとはそういう言い方はしてないんですよね。
ただその、うん、ひかさこ牛っていうと、まあ、有名人2人の名前がついた牛だからよほどいいんだろうっていう見え方をしちゃったことは事実ってことですね。まあ、そこのミステイク。なのでこれは最初から交雑牛をこう価値高めるためにひかさこ牛にして美味しいんだよってフォーカスしようっていう説明から入ってれば炎上しなかったっていうところってことですね。でもだから嘘をつきたいわけでもないし、これからもその交雑牛に関しては本当は美味しいんだっていうのは伝えていきたいってことですよね。まあ、どっかのタイミングでいろんな全国の、うん、あの生産者の方 の、 あの牛を使っていこうかなと思ってるので、分かりました。そのタイミングでそれはしっかり 今後は説明していこうっていう、今後 の、 その出される牛に関してはこれはこういう牛ですっていうのは説明していこうっていうのは選手に受け止めてるってことですよね。そうですね。まあ、動画でできなければお店のところにその答え番号とかあるので、うん、はい、そこはしっかりもちろんしていきたいなと思います。なるほど。そのなんか答え番号があるからっていうのも、答え番号から調べなきゃいけないのかっていうコメントでなんかちょっとあの言われてたと思うんですけど、その説明は丁寧にしていくっていうことでいいんですか。そうです、はい、分かりました、はい、質問のほとんどはできました。ありがとうございます。ありがとうございます。非常に複雑な事件でしたね。そうね、ものすごく複雑で、これ見てる人も真剣に見ないと一体何だったのかが、山さん分かりました？いや、もう本当、はたから見てたら、もう最初のだからその光くんとね、うん、ここでの、うん、まあ、試食の部分で本当あっちゃんが言ってる通り、うん、なんであんな大炎上するようなものを流すところから、うん、物語は始まってるのかなっていうのが一番の疑問で、うん、でまあ本当もうこうやってお三方がこうやって表に出てきてこうやってちゃんと喋ってくれたら、もう宮迫さんは本当こんなに困ることはなかったんじゃないかと、まあでもね、発端としては先にすぐ売っちゃうからっていうところがあるんでしょうけど、なんかでもこうやってお話を聞けて、あ、なるほどな、これはいい風に舵を取れるんじゃないかなと今私は思ってます、単純に。分かりました、うん、じゃあかなりこううっすら見てても分かったってことですね、うんうん、だからもう3月1日のオープンっていうのはもう間違いないっていうことですよね、はい、あとは、うん、もちろんです、もちろんです。そうですよね、もうあとは応援するしかないっていう、うん、お願いします。そうですね、だから、うん、うまくいきますか。はい、うまくいきます。僕は賞賛あります。賞賛ある。いけます。で、ダメでも撤退する道も残っているし、嫁さこさんの生活が立ち行かなくなることはない。ないですね。はい。わかりました。あとは男気をちょっと減らしてもらえれば。なんかいいことやればやるほど悪く映るんですよ。でもその時に若林さんもやっぱり出てくださいね。出るの嫌でしょ。すごく嫌です。嫌ですよね。はい、でも、もう2人で決めてる以上、宮迫さん守れるの若林さんしかいないんですよ、はい、この件に関して、はい、だから宮迫さんが何かで炎上したらもう次からは若林さんがフロントに立って説明していただきたいと僕は思ってるんですよ。分かりました、炎上しないでください。はい、いけますか。分かりました。分かりました。非常に生意気言って本当にすみませんでした。いや、とんでもないです。これでコメント欄見ましょう。それでコメント欄を受けて中田手ぬるいとね、結局牛宮城オープンするやないかと、お前が止めるんじゃなかったのかというのがあれば甘んじて受けますし、でも僕の中で撤退ができるっていうことと資金的余力があるっていうことと、決定者が説明をこれからするっていうことと、今までの経緯はこういうすれ違いとかいろんなことがあったからで、悪意の人間は一人もいなかったと、そしてこれから成功したら、そこからみんながハッピーになれるようなプロジェクトとして自信があるっていうことで、僕はすごく納得できたんですよ。ありがとうございます。なので、僕は応援していきたいと思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。微力ですよ。微力ですけど応援していきたいし、その上で、それでも視聴者の、こう、応援が受け入れ、受けられないのであれば、それはまた受けて考えましょうよ。僕は全く利害関係者ではないんですけど、利害関係者ではないっていう立ち位置から言うっていうことで、ちょっと最後なんとかなればなと思いました。ウィンウィンウィン、ケツとしては時計、車、裏付けしました。ありがとうございます。ありがとうございます。時計と車が助かりました。だって大切な時計だったんでしょ。だってなんか病気の時に奥さんとっていう、いや、一番最初に時計を売るって、はい、俺は売るんだって言ってきたのが、
がんで死にそうになって助かった時に、うん、一番最高に高かった時計を売るって言い始めたんですよ、うん、それが、まあ、まずちょっと違うだろうから入ったんですけど、じゃあこれとこれとこれからもうずっと聞かなかったんですね。あ、でもそれぐらい本気だったんですね、はい、車もずっと売るって決まって収録終わってから、はい、ずっと家帰るためにずっと撫でてつらかったんだ。なくなるか。つらかったんだ。お姉ちゃんもう別れやでってずっと。だって本当に好きなんすもんね、あの車。大好き。ずっと憧れてて、ようやく変えて、そっから変なお笑いラッピングして、で、ようやくかっこよくなって、宮迫チームの気持ちもこもってるし、あれはただの i8 じゃなくて、歴史のこもった i8 なんですよね。いや、それ売れって言うて。いや、面白くなるかなと思った。いや、なったけど、うん。ちょっとあの、僕のね、先走った時計売るとか、そういうことで、まあ、ウィミのオチである i8 を売るという、すごい面白いことを、面白いオチやったと思ったから、売っていいなと思ったけど、まあそれが時計を先に売ってしまうっていうのを取ってしまったことによって、あっちゃんが超悪者になってしまう。まあこれはやっぱ説明は必要やし、この回を作ってもらったのは本当に、そのウィンウィンだけじゃなくて、やっぱ牛宮城のことをいろいろ伝わってないことをあんだけ引き出してくれて、でもまあカズ君、若林君にも出てもらって、やっぱりいろいろ溜まってるファンの人たちとか視聴者の皆さんの流言はあのだいぶ下げてもらえたと思うので、これ本当に感謝してます。よかったですか。いや、よかったです。本当にこんな後輩がこんなにグリグリやって、いや、やっぱね、やっぱ説明不足やし、なんか思い立ったらこうって走ってしまう性格もあるし、それをうまく視聴者の皆さんに伝えれてない部分がやっぱたくさんあったんで、そのせいであのすごく悪者にしてしまったから、あのもしそこ本当申し訳なかったのを今この場でいろいろとあの説明できて、あのこれだけは分かってるんです。僕騙されてるわけでは全くございませんので、はい、そこだけは本当にもう間違いございませんので、もうただただ助けられてるだけなので、なのであのこの店はあちゃん本当にいい店になりますので、はい、ぜひチャンネルも、もうチャンネルも、もちろんお笑いコンテンツどんどん増やしていきたいと思っております。で、最終的にはあの僕は劇団を作ります。よかった、それ聞けて。宮迫さんの夢をみんな応援したいんですよ。劇団作ったりお笑いやったり面白い動画作ってる宮迫さんがみんな見たいから、もう二度とご報告動画あげないでください。もう謝罪と報告もういらないですよね、はい、確かにね、うん、ところがね、もうご報告は一本取ってるんですよ。取っちゃダメじゃん。何やっちゃってんの。それはちょっとあのプラスなご報告。あ、そうなんですね。あ、はい、そっか、じゃあプラスなご報告だったらいいですよ ね、 それはね、よかった。もう山さんごめんなさいね、ずっと。いえいえいえ、そのなんかあの、ええ、ずっとあの大黒様のようにずっと見てくれてあったけど、山さん大丈夫でした。大丈夫でした、ね、あ、なるほどなって思ったところが多々あったんで、よかった、うん、本当に。いや、ありがとうございます。すいません。いや、とんでもない。もうパニックにさせて、視聴者の皆さん、ウィンウィンウィン、今回バラエティではなくドキュメンタリーとして終わる形になったんですけども、いかがでしょうか。牛宮城応援していただけますでしょうか。僕の方からものすごいこう、僕も撤退した方がいいんじゃないかとかいろいろ思ったんですけども、最終いろんな掛け違いがあって誤解されてるだけで、本気でいい店を作ろうとしてるっていうことですし、はい、なるんすもんね。なります。だから皆さんぜひ応援してください。その上で牛宮城ってのは一つのプランであって、宮迫チャンネル、これから面白い動画もたくさん作ってくれるんですよね。作っていきます。ウィンウィンも面白くしていけますよね。しましょう。よし、じゃあこれから皆さん全員悪人と思われて大変だったですよね。大変でしたよね。でも男気でかばうのではなくて、説明も大事だと思ったんで、これから皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。視聴者の皆さんもよろしくお願いします。以上、ウィンウィンウィン、またお会いしましょう。さよなら。完全にウィンウィンウィンやったよな。